キックオフで試合がスタートしました。きっちり勝ちたいゲームですね。期待に応えてほしいです。パス、もっと激しいタックル、フィッツパトリック縦に出します。中盤を押して試合をコントロールしたいですね。星前に送って、川崎前方へ、センターに戻します。がしかしカットされた。よっ、あっと前に出した、守りきった。5分過ぎました。ヘッドで落として、星前へ、ボールを持たせます。ボールの場所にチェックが入ります。あっとハイボール、おっと打ってきた。横浜 FC 1点を追う格好になりました。早い時間帯で点を返しておきたいですね。激しい奪い合い、頭で落として、川崎相手の出方を探ります。10分過ぎました。プレッシャーを与えます。止めて、よくしのいだ。陣、土屋、怒涛のようなドリブル、素晴らしいスピード、宮に来た、おっとポスト直撃。横浜 FC チャンスが続きます。入れば同点。桜井前方にフィード、カット、前、15分経過、イグイニス縦に出します。山口、早い早い、もおっとセンタリング、ジョー、クロスバーを直撃、うわー決まった、ゴー、横浜 FC 同点に追いついた。横浜 FC 対山形、面白い展開になってきました。止めた、陣、ボールキープ、味方を探す、持って上がる、裏をつきます、取られてしまった、前方にクリア、頭で、20分経過、ゴール前に高いボール、ヘッドで押し返す、川崎前に送って、横浜 FC ボールを持たせています。相手の出方を伺う、相手の様子を伺います。うわ、流れを止めた、クリア、ヘッドでつなぐ、陣、増田、これはファウルでしょう。前、中央だ、前方にクリア、25分経過、取り返した、オフサイドにはならない、チェックに行く、守って、横浜 FC、 横浜 FC 1点を追う格好になりました。早い時間帯で点を返しておきたいですね。内田、抜群のキープ力、仕掛けます。中村、前半30分過ぎました。ゆっくり回します。川崎、マークにつかないと、ボールの出所をケアします。コーナーキック、あ、失礼、ゴールキックです。フィッツパトリック前方へ、小さく蹴り出す、陣、繋いでいきたい、スペースへパスを出した、出た、おっとクロス、土屋、大きくクリア、激しい奪い合い、小野、打った、サイドネット、しかし素晴らしいシュート、
横浜 FC 同点ゴールならず。これは決めてほしかった。前方にクリア、こぼれ球を先に拾いたいですね。イグイニス、前半35分をすでに過ぎました。相手の出方を寄せない。ここで奪って、森前へ、これチャンスですよ。山口、素晴らしいスピードです。おっと、これはファールじゃないんですか。星前、ボールを持たせています。おっと、プレスをかけないと。リターン、ここから反撃だ。もったいない。横浜 FC、 縦に出します。ケアしないと。スライディング、激しい奪い合い、チャンスを作らせない。マークにつかないと。もっと寄せてほしいですね。コーナーか、いや、ゴールキックでした。守り切った。手元の時計では残り時間がほとんどありません。ジョー、ゆっ、うわ、抜かれた。こ、いきなり、ポストに当たった。出た、うん、キーパー正面。が、しかし奪、今のはどうでしょうか。土屋、ゆっくりとボールを回します。ジョー、いい展開だ。増田、前に送って、おっとセンタリング。もうほとんど時間がありません。鷲田、前にボールを送る。前半戦終了です。前半のハイライトをご覧ください。さて中西さん、はい、横浜 FC1 点リードされていますが、とにかくボールを支配することをもっと意識してほしいですね。はい、ありがとうございます。それでは後半戦キックオフ。横浜 FC、 ここまでの劣勢を挽回できるのか。ラリス、前に出す。止めた。内田、前方へ。小野、左へパスを通します。これチャンスですよ。山口、力強く一気に前線へ。陣、ショートパス。城、星、前へ。左、おっと、プレスをかけないと。寄せる。後半5分経過。陣、前、左へパスを通します。山口、速攻。ラリス、前方にフィード。あっと、これは寄せないと。大島、激しい奪い合い。内田、タックル。大島、後半10分が経過しました。ケアしないと。抜かれた。これはファールを取ります。サビに入って、亀が効いてます。山口、味方をどう展開するのか。コース空いてますよ。ジョー、じりじり侵入していきます。いい展開だ。浮かせ、機能してませんね。もったいない。後半15分経過。横浜 FC、 相手の出方を探ります。マークにつかないと。ボールの場所にチェックが入ります。あっと、ハイボール。セービング、よくしのいだ。ヘッドだ。とここでスライディング、強烈なスライディング。奪い返す。せっかくカットしたのにまた取られてはいけませんね。がしかし奪、おっと、打ってきた。力が入、
ここで選手の交代です。後半20分経過しました。頭でつないで土屋前に出す。ちょっと精度が低い。寺川鷲田前に送ってボールを持った。もっと激しいタックル。スローイン危ない。クリア。後半25分森前方へ。これチャンスですよ。陣の前へ。ラリス前にボールを送る。ヘッドで落としてプレッシャーが速い。おっとこれはアドバンテージか。再び早く前線にボールを入れた方がいいですね。ゆっくり回します。イグイニス前。試合時間は75分が過ぎました。ジョータックル。井上川崎大島ボールの出どころ副審がファールを取りました。選手の交代が行われています。守りきった。ゆっくりとボールを回します。お杉本怒涛のようなドリブル、ま、ここからシュート。これが決まった。ゴール横浜 FC 同点ゴールを決めた。これは価値あるゴールでしたね。さあ勝ち越しのゴールを期待しましょう。あと10分です。ヘイラン右サイドを使う。すごい揺さぶりをかけてきましたね。前へ止めた。前に送ってジン ラストタッチは横浜 FC。縦に出します。ペイラン大きくクリア。あと5分です。内前方へとここでスライディング。ん？ファールじゃないのでしょうか。ここでカット。森イグイニとここで前方へ。ワン・ツー北村入れば逆転。横浜 FC 逆転の一撃。スタジアムに歓喜と怒号が交差する。ゴール裏すごいことになってますよ。ただいまのゴール VTR で見てみましょう。川崎左へパスを通します。落ち前に。試合終了を告げるホイッスルが鳴り響きました。横浜 FC 見事な逆転勝利です。今日の試合を振り返ります。大変残念ですがお別れの時間になりました。